まずはゆっくり深呼吸から。どうも、達也です。どうですか？皆さん、ちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。さてね、冷静じゃない時、結構ね、生きていてる、人間生きているとあると思うんですけども、不安な時とかね。で、そんな時はね、これ、自分が気持ちをリセットできるアイテムを、自分でね、リストアップしておこうと。リストアップしておこうとね、そういうお話を、していこうかと思います。で、こう、不安な時とか、緊張感が高まった時って、どうしても、自分自身をこう、自分自身の気持ちが冷静じゃなかったりしますよね。で、特に今は暑いじゃないですか。例えばの話ですけども、暑いと。で、暑いと、こういうもの、冷たい、コーヒーなんか飲むと、はぁって落ち着くじゃないですか。で、こういう自分がなんかこう、落ち着けるようなアイテムっていうのをね、自分がピンチになる前に、ちゃんとね、知っておくっていうことです。で、なぜこのピンチになる前にこういったことを自分でリストアップしておく、知っておくことが必要かというと、ピンチになったら冷静じゃないからこれも用意できないんですよね。なかなかね。そう。なので、普段元気な時にほど、こういう自分のリラックスって何なのかっていうことをこう自分なりに考えてみて、自分なりに、探してみて、してほしいかなと思います。ね。よくこう、気分転換のために、昔の人は言いましたよね。気分転換のために、ちょっと夜風に当たってくるとか、ちょっと散歩してくるとかね。そういうことを実際やると、やっぱりこう、冷静になれたり、リフレッシュできると思うんですよ。なので、皆さんも、何かこう、自分が冷静じゃないって、思ったら、ちゃんとね、冷静になれるアイテムっていうのを使ってみたり、そういう場所に行ってみたり、してみてほしいかなと思います。はい。ね。こう、普段ね、都会にいるんですけども、都会にいると、周りの音がすごく気になったりして、やっぱりね、知らず知らずの間にストレスを抱えてしまったりするもんなんですよね。だけど、こういう今ね、こう、見えますか？すごい、平和なところ、歩いていますけども、こういう平和なところで、なんとなくぼんやり歩きながら、こう、カフェラテなんて飲みながらね、歩くと、やっぱ気持ちがこう、落ち着くんですよね、こう。聞こえますか？こう、風に揺られる木の音とか、そういうのがあるだけでも、ちょっと癒されたりとか、するわけです。で、こんな時ほど、この先のことを考えたり、するとはかどったりね、いいアイデアが生まれたり、冷静な判断ができると思うんです。なのでね、皆さんもこう、辛くなってから何かを考えるというよりは、辛くなる前の段階で自分で自分にしてあげられることをあらかじめ予定しといて、ね、スケジュール立てといて、今週は辛くなるぞってのがあればね、特にそういう感じで、あらかじめ入れといて、ピンチになったらもうそこへ行くとか、例えば温泉行きますと、焼肉食べに行きますと、もう決めといて、で、ピンチになったらもうすぐに、あとはもう実行するだけみたいなね、そういった状況を作り出せると、ものすごくね、生きていきやすくなるんじゃないかなと思いました。はい。ね、こうやって、まあ不安っていうのは対処できるものであったりしますので、こう不安だからといって、悲しい気持ちで将来を考えるとか、言うんじゃなくって、どういうふうに対処しちゃおっかなみたいな感じで、考えていけると、こうあまりこれから先に起こることとかを悲観的にね、見なくて済むようになっていくんじゃないかなと思います。ね、実際こう海辺の風に当たると気持ちがいいと思うのであれば、もう辛くなる前の段階でそろそろ辛くなるぞと思ったら、もうスケジュールに入れといて、海行くとか、山がいいなって人は山へ行くとか、こういうね、お寺参りが好きだったらお寺行くとか、何でもいいんですけどね。で、そのこういうなったらこういうふうに対処してやるぞとか、週末温泉に行くぞと思えるだけで、その週頑張れたりするじゃないですかね。なので、そういう自分なりの不安の対処法っていうのを自分で知っておいて、スケジュールしたりとか、することでね、いくらでも、
なんとかなったりすると思いますんで、ちょっとずつ、元気な時にね、あ、これからこの辛くなることが、見えているなと思ったら、元気な時ほどそういったことをあらかじめ用意しておいていただけたらいいかなと思います。なんかありますね。だって今回もね、お別れする前にですね、呼吸法、今回は5回だけやってお別れしようかなと思います。呼吸法5回ね。で、この呼吸法もそうですけども、元気な時にほど練習しておいてくださいね。じゃないといきなりね、ピンチになったって言って練習しなかったら使えなかったりしますからね。では一緒にやっていきましょうか。やり方はとても簡単で、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。これを5回繰り返します。いきますよ。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。あと2回鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。あと1回鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。おまけにもう一回鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。はい、少しリラックスできたかなと思います。ね、元気な時に、もしくはこれから修羅場だぞと思ったら、あらかじめ、自分が元気になる、方法とかを準備しておいてね、美味しいものを食べる、楽しいとこ行ってみる、好きなとこ行ってみる、何か買うとかしておけると、ちょっとね、負担を軽減できるかなと思いました。やり方は人それぞれなので、皆さんね、ちょっとずつ参考にしていってもらえたらいいかなと思います。それではまたこの場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつね、良くなると思います。大丈夫です。ではでは。